さまざまな事情を抱え路上生活を余儀なくされたホームレスたち、孤独となった彼らの心の拠り所を犬に向けている人も少なくありません。犬が持っている物差しは愛情のみです。地位やお金がなくても愛情さえあればたっぷりの愛情を返してくれるのです。これまでにもホームレス男性と犬の心温まる話はいくつかありました。深夜の病院にホームレス男性がやってきましたが、病院の入り口には男性と一緒に暮らしていた4匹の犬たちが男性を見守っていたり、犬が誤って川に落ちてしまいとっさに川に飛び込み犬を助けた飼い主であるホームレス男性は川が不衛生だったことから病院へ搬送されることになりました。犬は保護施設で預かってもらうことになり、2週間の間離れ離れの時間を過ごしていましたが、男性と犬は無事に再会することができました。その間ずっと男性を待っていた犬は男性に飛びつき、ちぎれんばかりに尻尾を振り惜しみない愛情を表現しました。このように犬にとって飼い主は家やお金があるないなんて関係ないのです。愛情や優しさは嘘がないのでしょう。それが犬にはきちんと通じるようです。コロンビアの路上で過去に身体的虐待を受け、それから逃れるためにホームレスになったという男性が2匹の犬にパーティーハットをかぶらせ、ケーキを用意し、バースデーソングを歌い、誕生日を祝っている姿が目撃されました。どうやら2匹の犬のうちの1匹が誕生日だったようです。なけなしのお金で、彼ができる精一杯のやり方で犬を祝福してあげました。2022年1月8日夜遅く、コロンビアのサンタンデール県ブカラマンガ市内の路上で、チョコさんと呼ばれている一人のホームレス男性と2匹の犬が誕生日を祝う姿が目撃されました。階段に腰掛けているチョコさんは、そばに座っている2匹の犬の頭にパーティーハットを乗せ、ビニール袋から白いケーキを取り出しました。キャンドルをケーキに立てると、ハッピーバースデーの歌を歌い出し、犬たちの体を愛おしそうにさするチョコさん。さらにキャンドルに火を灯し、それを吹き消すと、順番に2匹の犬に愛情を込めたキスをしました。その後ケーキを切り分け、まずは黒い犬に1切れ、茶色い犬に1切れ与え、食べるように促しました。さらに自分のお皿にケーキを乗せると、涙を拭くような仕草を見せたチョコさん。男性は自分のお皿に乗せたケーキもちぎって犬に与えていました。犬とケーキを分け合って食べるチョコさんの姿は地元のジャーナリストが撮影したそうで、この映像が SNS に投稿されると瞬く間に拡散しました。犬をいたわるチョコさんの愛情が痛いほど伝わってくる映像です。彼は2匹の犬たちに辛い日々を支えられてきたのでしょう。だからこそ、犬の誕生日には自分にできる最大限のことをして犬たちを祝福したかったのでしょう。チョコさんはブカラマンガ市のバランキージャにあるカベセラ地区で路上生活をしていて、住民たちにもよく知られた存在だそうです。この動画を見た多くの地元住人は、その感動を伝えるためにチョコさんがよく行くサンピオ公園を訪れました。チョコさんの犬を思う深い愛情を称えるとともに、彼らに必要なものを寄付していったといいます。チョコさんによると、10年間一緒にいる茶色の犬ネナの誕生日は11月、シャギーという黒い犬が今年1月に4歳の誕生日を迎えたため、その日一緒に誕生日を祝っていたそうです。過去に身体的虐待を受け、それから逃れるためにホームレスになったというチョコさんにとって、長年の路上生活では2匹の犬が大きな心の支えとなっているようです。チョコさんは音楽が好きで、将来はいつか動物保護施設を開設したいという夢を持っているそうです。2匹の犬たちに愛情を注ぐチョコさん、
その優しさは犬たちが一番よく分かっているのでしょう。いつか夢が実現できる日が来るといいですね。住む家がない人々にとってペットとはかけがえのない友人であり、唯一の家族、守りたい相手で、無償の愛を捧げたい相手でもあるのです。ホームレスのペットの飼い主は、自分たちの持つわずかな持ち物を使ってペットの世話をします。お金があったなら自分たちに何かを買うのではなく、ペットへの世話を優先することもあります。自分が飢えるよりペットが飢える方が心配なのです。ホームレスには家はありません。ペットたちに温かい寝床を用意してあげることもできないし、病気になった時に満足に動物病院に連れて行くこともできません。しかし、それでもペットたちはホームレスたちに無償の愛を与え、ホームレスもそれに応えます。そんな心温まる姿をご覧ください。写真家のノラ・リーバイン氏とオーディオプロデューサーのガブリエル・アムステル氏は、心温まるマルチメディアプロジェクト・ライフラインを始めました。ホームレスの人々とペットとの絆を撮影し、その写真を展示することで得られた支援金は、慈善団体に寄付され、ホームレスのペットに対し、無料でワクチンの接種や避妊、去勢手術などを行う活動に使われているそうです。このような支援があることは喜ばしいことですね。さまざまな事情によって家をなくしてしまった人たち、そこには想像を絶する苦労もたくさんある中、無条件の愛をくれる犬たちがいることで、どれだけの元気をもらっているのかは計り知れません。思いやりのある飼い主さんと犬たちとの絆はとても素敵ですね。お金には代えられない愛情がここにあります。飼い主さんが思いやりを持って接してあげれば、しっかりと犬たちはそれに応えてくれるのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。